今シーズンのフォーミュラ日本は新世代誕生革命宣言をテーマに、全チームが同じ新型シャーシで戦う横一線のスタート。開幕戦のポールシッターは道上亮、2番手に脇坂、3番手にルーキーの小暮が続く。開幕前チャンピオン獲得を宣言した本山聡は4番手からのスタートという混戦。2003年大宮日本開幕戦のスタート、スタートは道上が好スタート。スタートで2番手に順位を上げた本山はトップの道上に襲いかかる。そして9周目、あ、道上だ、道上がスローダウン。トップに立った本山は今シーズンから導入された給油も難なく終え、そのまま独走、開幕戦を制した。第2戦は本山トレルイエのチームインパルが予選でフロントローを独占。本山は好スタートを決め、そのままリードを築き独走。レース終盤、トラブルでコース上に止まったマシンを排除するためにセーフティーカーが導入され再スタートとなったが、本山はそのままゴール。チームインパルワンツーフィニッシュで本山は開幕戦に続く2連勝を決めた。第3戦は波乱のスタート。第1コーナーで後続のマシンが接触、いきなり2台が消えた。スタートで出遅れた本山は逃げる土屋に猛チャージ。そしてついに本山とサイドバイサイド、第1コーナーの飛び込み勝負、ハンドリングに悩む土屋を捉えてトップに立った本山はそのまま走り切り開幕から3連勝。しかし本山の独走を新世代のライバルたちが許してはくれなかった。開幕から3連勝という圧倒的な強さを見せつけたチームインパルの本山聡。しかし新世代のライバルたちは本山の独走を許しはしなかった。第4戦、ポールポジションを獲得したのは脇坂寿一。3番手スタートの本山は最高のスタートを切るが、後方集団でアクシデントが発生。レースは赤旗中段で再スタートに。再スタート後はポールポジションの脇坂がトップを守り独走。本山も脇坂のペースについていけない。そしてレース終盤にスピンしたマシンを排除するためセーフティーカーが導入された。その時、本山がスピン、本山痛恨のスピンで最下位に。脇坂はそのまま走り切り今シーズン初優勝、本山の独走を止めた。史上初の2ヒートレースとなった第5戦、第2ヒートのグリッドを決める第1ヒートは激しいバトルの連続。第2ヒートは一転ドライコンディションの戦い。ポールポジションのライアンが好スタート。本山はスタートに失敗しながらも強烈な追い上げを見せる。うおー、ほとんど差がない、ついてきましたね。あ、来た、ピンの飛び込みだ。本山が襲いかかっていく、ライアンを抑える。このヘアピンはライアンが抑えた。がしかし、おー、本山ファイナルラップで本山、あー、本山がどうした。本山、本山まさかのガス欠でリタイア。リチャード・ライアンが初優勝を決めた。